正式名称は、スポーツニッポン杯ビューティフルドリーマーカップ、スポーツニッポン新聞社が優勝杯を提供している。岩手県の小岩井農場に輸入された、繁殖牝馬ビューティフルドリーマーを記念して創設された競争である。同馬の馬名に中点はないが、2014年までの競争名は、ビューティフルドリーマーカップと中点を入れて表記されていたため、一部の資料では、中点ありの表記が残存しているものもある。創設は1975年であるが、長らく特別競争として行われ、2000年に重賞に格上げされている。重賞格上げ後の出走条件は2000年から東日本地区、2002年から東日本と九州地区、2005年から地方競馬全国交流となっている。いずれもサラブレッド系3歳以上牝馬。2007年は、馬インフルエンザの影響により岩手所属馬のみで行われた。2010年からは、GRANDAME-JAPAN、古馬シーズンに指定された。また、2019年現在 JBC レディスクラシックの指定競争となっている。2011年は、東日本大震災の影響で、水沢競馬が中止されたため、盛岡競馬場、ダート2000メートルで施行された。2016年に岩手競馬で重賞格付け制度が開始され、M1 に格付けされた。2020年までは水沢競馬場、ダート1900メートルで施行されていたが、2021年より盛岡競馬場、ダート2000メートルで施行される。本競争はスタリオンシリーズ競争に指定されている。1975年に競争が新設された際は、ビューティフルドリーマーカップと表記されていた。ところが、翌1976年から一般紙面でBドリーマーカップという略称が用いられ始め、その時期を境としてビューティフルドリーマーカップという名称で中黒を用いた表記が広まり始め、岩手競馬側でも中黒入りの名称を正式名称として用いてきた。しかし、馬の名前に中黒が入るのはおかしいと本来の名称に戻すべきであるとの意見があり、2015年の競争では中黒のないビューティフルドリーマーカップという表記に戻された経緯がある。競馬ライターの横川天氏が過去の競争記事を当たった分析では、競争名を掲載した折にビューティフルを B と省略する際に省略記号のが適用された。そこから転じて、中黒と判断され、中黒入りの競争名称が広まったのではないか、と分析している。2000年以降。ありがとうございます。